先月末にお笑いコンビ、アマコーインターを解散した渚39、が5日夜、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組、渚のキの客ヒラジオ、TBS ラジオ、に出演した。渚と聖子、35、が組むアマコーインターは、3月末をもって解散することを先月28日に発表した。 聖子は吉本工業を退社しフリーに、渚は吉本所属のまま活動を続ける。渚のキャッヒラジオは先週、解散を発表した後の29日に放送されたが、解散については一切触れなかった。これについて渚は、あえて触れてないんや、って思われてる方、いるかもしれないですけど、そうじゃなくてね。 解散、発表、28日にしてんねんけど、うちはね、なくなるのが3月いっぱいやと思ってたから、3月31日に発表すると思ってた。同番組は生放送ではなく収録で、収録の段階では28日に発表するとは知らなかったため、先週の放送では解散に触れなかったという。発表を28日にした理由についてなは、 28日にしたいって、聖子ちゃんが言っててね、と明かした。私はマネージャーさん伝えで聞いたんやけど、31日は他の方もね、解散がいろいろあるやろうから31日は避けたいとね。って、28日に発表したいと言ってます。どうしますか、みたいな感じやって。ただなぎさは当初、解散を31日に発表すると思っていたため、 所属の吉本工業が発表したコメントには、本日をもって、天子インターがなくなります、という記述がある。なぎさは31日に発表やと思ってたからね。発表が28日になってるから、本日をもって、っていうあの文章、間違ってんねん。もともとは31日に発表やったから、と明かした。